この番組は農業生産法人有限会社ドリームヒル、農事組合法人オーシャンリンク、クオリティ&イノベーションコーンズ AG とご覧のスポンサーでお送りします。皆さんお元気ですか？北海道もまだまだ暑い日が続いております。思い起こしますと、おととし2年前の夏はこれ以上に暑かったんですよね。札幌でも35度を記録する日がありました。その頃我が家はエアコンも扇風機もなくて、この小さな扇風機1台でなんとか頑張ったんですが、さすがに命の危険を感じまして、その後エアコンをつけました。ということで、今年の夏は家にいればまあまあ快適には過ごせているんですね。これ1個で過ごしていたなんて今ではもう本当に信じられません。エアコンなしでは生きられない体になってまいりました。私が子どもの頃の北海道の夏の暑さとは全く違う暑さがあります。そんな北海道から毎週発信、酪農情報専門チャンネル、デイリーナビ TV。 今回も酪農に携わる皆さんにためになる情報をお届けしてまいります。今回のテーマは、女性酪農家は作業着もおしゃれに。北海道別海町の牧場を訪ねました。株式会社デイリーファーム希望の代表取締役を務めてます佐藤めぐみです。祖父と一緒に福島から、北海道に入植しました。その後父が後を受け継ぎ、14年ほど前に、もう一軒の農家さんと一緒に法人を立ち上げました。その後、その方今年退職されまして、去年の12月に私が代表として就任いたしました。去年12月に経営を任されることになった佐藤さん、代表となって感じたことがありました。もともとコントラ業を父やってますので、牧場の方はほぼほぼ任されておりました。ただ代表になってみて、決めることがとにかく多いなと、判断することがやはり今まで、代表であった会長に相談しながら進めていたんですけど、自分で決めなさいと言われることも増えたので、その辺がちょっとまだ判断力が身についてないので、周りに助けられながらやってます。私の性格が正直負けん気が結構あって、人にこう負けるのが嫌いなんですよ。すぐ勝ち負けに持ってっちゃう。なので男性ができる仕事は自分にもできるだろうと思ってます。実際にできないことは多いんですけど、その中でやっぱり女性だからできないっていうのを思わないこと、機械作業だとか溶接だとか畜舎の修繕、知恵一つで、まあ教えてもらえばできることだし、物をちょっといいものを仕入れれば使えるんですね、女性でも簡単に。なのでこれは男性の仕事だからっていうふうに諦めないこと、あと自分ができないこと、もうこれはできないなっていうことは人に頼みます。できることできないことを最終的にははっきりさせる。自分でやって時間だけかかってやるよりかは、頼んで瞬時にやってもらった方が効率が圧倒的にいい。なのでそこの判断はします。できないことは、練習してもできなかったら人任せ。影で牽引がすごく苦手なんですよ。なんですけど、トラクターについてる牽引を運転することもやっぱりあるので、こっそり練習します。恥ずかしいので佐藤さん、男性社会である酪農の世界で頑張ってますよね。そんな佐藤さん、毎日着る普段の作業服にこだわりがありました。お気に入りの作業服について語っていただきました。たかがつなぎ、されどつなぎ、
実に侮れないものでした。仕事をしながらやはり作業服っていうのがなかなか地味になってしまう傾向にあるこの業界なんですけど、汚れるし何でもいいやっていう傾向にあると思うんですけど、毎日のように着るものだからこそいいものをこだわっていきたいなっていうところで、この作業服が今一番大好きなんですけど、大好きすぎて6着ぐらい持ってるんです。でこのワッペンも業者さんに、看板を設置していただいた業者さんにお願いしてワッペン入れてもらって、後ろにもでっかくロゴを入れてもらいました。すごく気分が上がります。これいいところ紹介していいんですか？まずポケットがいっぱいついてるのと、あと生地がとても柔らかいんです。仕事してるとこうしゃがみ込んだりってすごい動作が大きくなるので、その中で硬い生地だと困っちゃうので、この柔らかい生地っていうのがすごくいいです。ここにループがついてるので、イソジンとかよくかけるんですけど、子牛が生まれた時におへその消毒にイソジンとかディッピングとかここにスッとかけておけるので、いちいちこう持って歩かなくていい、楽です。手が使えるので、あと手袋なんかもあるんですけど、こういうゴム手ってよく使うじゃないですか。よくやるのがここにかけちゃう。はい、こうかけておくと、まあ、めったに落ちることもないので、こうポケットの中でたごまってるよりこうしてた方が取りやすくて、で使ってること忘れないので、ポケットに入れとくとそのまま洗濯しちゃったりするので、これは便利です。はい、あと女性は特になんですけど、お尻がガバッと開くので、全部こう脱いで裾を気にしながらお手洗いに行かなくても済むっていうのがとても便利です。あと作業の時におすすめなのが、例えば男性は多いかと思うんですけど、女性も多分溶接とかされる方いると思うんですよ。で農家さんだったらやっぱりこう頼んだら結構かかっちゃうので、私自身も溶接するんですけど、ヤッケ着てると穴開いちゃうので、で穴開いたら火傷の危険が増えちゃうので、その時にこのつなぎを着ておけば安心なんですね。でなおかつ人が来てもお客さんが来てもかっこいい。カラーもつなぎってちょっとこうダサいようなカラーとか生地感って多いと思うんですけど、これだと普通に買い物にも全然いけます。でおしゃれなデニム生地だったり、他にもいろんなカラーバリエーションが持ってるんですけどあるので、畑仕事だと匂いもないのでちょっと払ってコンビニ行ったりちょっと買い物行ったりっていうこともできますし、あと1個おすすめポイント、アイデアがあるんですけど、ここの裾のマジックテープが見えますかね、ギュッと締まるので、長靴を履いた時にずり上がり防止でよく靴下入れ込む方いるんですけど、そういうちょっとかっこ悪くならないんですよ。ギュッと止めちゃえるので、このままと作業する時に例えば裾があると危ないなっていう時は止めちゃう。そしたら安全性も確保できます。結構使えます。こういうことで一応女性なのでちょっとこう身だしなみも気にしたいというのも思ってるので、いつ誰が来ても大丈夫なようにおしゃれで、おしゃれな服を着てモチベーションアップにもつなげます。私自身バイクに乗ります。でアメリカンのバイクが一番気に入ってて乗るんですけど、違和感が全く逆にマッチングしてしまうので、ちょっとおしゃれなライダーさんに見えちゃうんですね、これ一つで。なのでその辺がもうめちゃめちゃおすすめなんです。溶接も自ら行うという佐藤さん、その中の一つを見せてもらいました。作業効率を上げるために今まで手差しで、ミルクを哺乳瓶であげてました。でその期間も前任者は割と哺乳瓶の期間が短くてすぐバケツ飲みに切り替えてたんです。私は獣医さんが
哺乳瓶飲みをおすすめしてたので、最後の離乳まで哺乳瓶飲みさせてあげたかったので、哺乳瓶のホルダーを全部につけて、作業効率を上げました。一本一本哺乳瓶で手差しであげるのは大変なので、一気に作ってシャッ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 と、それも自分で溶接でつけました。そういう工夫をすれば既存のものにも取り付けることができますし、哺乳瓶に関してもミルクバーというちょっと飲みづらい、多分使ってらっしゃる方も多いと思うんですけど、子牛がこう力いっぱい飲まないと出てこない形状のものを全て取り替えました。はい、と哺乳、一番大事なのはやっぱ保育器だと思ってるので、そこをクリアするためにまずそこから始めて、去年育成者を新設しました。もともと別のところに育成者として第二牧場を設けてたんですけど、私が一括管理したくて去年計画して全てここの本庄に集約しました。はい、はい、今後の目標は1頭あたりの乳量をまず増やしていく、そのために、取り組んでることもあります。やはり個体の能力をまず上げていく、そうすることによって無駄に頭数を増やすことなく、いい牛が、もし頭数が増えてもいい牛が増えていくので、乳量が期待できる、乳量を上げていくっていうのがまず一番の目標です。はい、そうですね、まだ駆け出しなのでアドバイスまではいかないんですけれども、経営はやっぱり悩むことの方が多い、時には吐きそうになることもあるし、うちは主人とは別の業種でやってるので一人で考えなきゃいけないことも多い、多分女性の経営者ってそういう方が大半だと思うんです。その中でそうですね、それでも自分を信じるしかないと思います。悩むことも多いですけど、その自分の判断が正しかったのか、でもいずれは答えは出るし、大体正しいと思います。自分の直感っていうのは信じていいと思います。はい、まだ駆け出しですとおっしゃってましたけれども、コメントには自信があふれていましたよね。まあ、それにしましても、あの作業服のつなぎ、とってもおしゃれで機能性も抜群でしたよね。特にヒップオープンファスナーっていうのはとっても便利ですよね。またインナーとネイルのカラーを合わせているところはおしゃれでしたよね。まあ、あのつなぎでしたら普段着にもなりそうですよね。ちなみにメンズもあるそうなんです。これもっとつなぎのこと知りたいという方は SK プロダクトでぜひ検索してみてください。さて、今回はですね、つなぎのプレゼントがあるんです。番組の後半でご紹介しますので、どうぞお楽しみに。以上、特集お送りしました。続いては全国の酪農家の皆さんが撮影した動画や写真をご紹介する、もっと知りたい遊牧場。今回はこちらです。新潟県長岡市の人里離れた山の中にある加瀬牧場。日本に200頭ほどしかいないと言われている希少なガンジー牛を18頭、さらにジャージー牛を2頭飼育している牧場です。現在ガンジー牛を飼育しているのは新潟、栃木、大分の3県のみなんだそうですよ。新潟の良質な水を飲んで育ち、栄養価の高い加瀬牧場のガンジー牛乳、そんな美味しいミルクを作ってくれる牛ちゃんたちはみんな人懐っこいそうです。愛らしい姿をご紹介しますね。挟まれながら気持ちよさそうに寝ていたり、新しいもみ殻をお鼻にたくさんつけて見せてくれたり、同じ体勢でくるりと丸まってお昼寝していたり、最後は紐で遊んでいるんでしょうかね。鼻に引っかかってますね。本当に可愛いですね。
さあ、遊牧場では皆さんの自慢の牧場の動画や写真もお待ちしていますよ。続いてお知らせです。全国版の酪農情報専門誌デイリーマン8月号はただいま発売中です。8月号は食料安保強化の道のり、生乳生産の質向上へなどが紹介されています。全国版の酪農情報専門誌デイリーマン購読ご希望の方はこちらデイリーマン社のホームページにアクセスしてお申し込みください。それではプレゼントです。まずはおなじみデイリーマン8月号を10名の方にプレゼントします。そしてもう一つは先ほど特集でも紹介したおしゃれでかっこいいファスナーで開閉できるヒップオープン機能が特徴の SK プロダクトオリジナルつなぎブランドグレイスエンジニアーズから通年もの2点をプレゼントします。まずは酪農女性の使用環境に応じた機能性つなぎ、女性もののデアリーウーマンつなぎ、カラーワンウォッシュを抽選で1名の方に、さらにつなぎの概念を覆す着心地抜群のこちらは男性もの、デアリーマンつなぎカラーミッドユーズドを抽選で1名の方に、ということで合計2名の方にプレゼントします。どちらも当選された方のご希望のサイズをお送りしますよ。さあ、プレゼントが欲しいという方はこちらからご応募ください。番組ホームページに応募フォームがありますので、希望のプレゼントを必ず書いてお気軽にご応募くださいね。お待ちしています。そして今回は特別企画のプレゼントがありますよ。インスタグラム限定のプレゼントです。デイリーナビ TV とグレイスエンジニアーズのインスタグラムの公式アカウント、どちらもフォローしていただいた方限定で、こちらのボーダレスデッキパンツサマーのつなぎを1名の方にプレゼントします。詳しくはデイリーナビ TV のインスタを覗いてみてくださいね。さて、デイリーナビ TV 次回の特集はこちらです。今回は北海道の鹿追町、十勝平野の北西部に位置し、酪農と畑作が中心の町です。そこで観光客や修学旅行生を受け入れて20年、年間5000人が訪れ、観光牧場と両立している藤田牧場をご紹介します。食育の観点から酪農の楽しさ、消費者に酪農の大切さを伝える食育の一端を担っています。一体どんな牧場なのかお楽しみに。お送りしてまいりましたデイリーナビ TV、 番組の公式サイトでは番組のバックナンバーのほか、スポンサーのウェブサイトともリンクしていて、最新の製品情報などもチェックできます。酪農を取り巻く環境は厳しいですが、デイリーナビ TV がさまざまな情報提供の場となって、酪農家の皆さんがこの苦境を乗り切るお手伝いができればと思っています。酪農情報ニュースでは特集に関連した情報や魅力的な情報を提供していますので、ぜひこちらも活用してくださいね。そして番組公式サイトでは今ご覧になっている YouTube チャンネルよりも一足早く最新作を見ることができますので、こちらもぜひご覧になってくださいね。それではまた次回のデイリーナビ TV でお会いしましょう。この番組は農業生産法人有限会社ドリームヒル、農事組合法人オーシャンリンク、クオリティ&イノベーションコーンズ AG とご覧のスポンサーでお送りしました。